どうも、キスケです。ということで、今回は未だ所持率一番低いんじゃないかっていうレベルの、千日ブルマを PVP で使っていこうと思います。ようやくゲットできましたね千日ログインしてなかったんかっていう感じやけど、見ていきますか。所持アーツにね、出血があるんですよね。 100% 出血で、ロケットランチャーに 15% で気絶で、特殊アーツがやっぱ強いね。気力20回復させつつ、射撃用ダメージ 30% アップで、このランダム能力がやっぱ強い。味方体力 10% 回復、能力低下、状態異常解除、余ダメージ 5% アップ、1000カウント、まあ、どれか一つ発動されるということですね。で、使用条件5カウントで、敵全体に 100% 麻痺で、被ダメージ 10% アップの能力低下を1000カウント与えると。ユニークアビリティが、バトル開始時自身を除く味方に以下の効果を発動する、余ダメージ 40% アップ1000カウントで消去化、体力回復量 20% アップ1000カウント、自身が下位に戻る際にこの効果を消去される。ん？どういうことどういうことでしょうか。はい、最終手段カバーチェンジ時、相手の攻撃終了まで被ダメージ 50% カット、カバチェンジ受けたダメージの 30% を回復。結構回復すんね。能力発動時、次に発動する必殺アーツの余ダメージを 100% アップということで、まあ防御タイプやけど、特殊アーツであったりとか、まあ、支援能力もありつつ、敵全体に 100% 麻痺付与することができるということで、はい、ガールズパーティーで戦っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送失礼生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは PVP やっていきましょう。はい、マッチングしました。対戦やっていきましょう。髪の毛パーティーですね。お願いします。ベジット使わないよ。ほんまほんまか。使わんねんな、ベジット。全然使ってもいいけどさ。まあ、この千日ブルマーで、味方をバフして、おーい、使っとるやないかい。使っとるやないかい、ベジット。なんの嘘やねん。なんで嘘ついた。許さねえ。許しません。あ溶ける溶ける。紫が溶けていく。これって千日ブルマのバフ乗ってんのかな、今。どうなんでしょうかね。はい。つえー。乗ってると思うんだよな。そのバトル開始から、バフが乗るって書いてあったんで。麻痺、全体麻痺。お、いい麻痺だ。わあ、めちゃくちゃ麻痺ってんね。くらえドンこのブルマめちゃくちゃ可愛くない。よし、めちゃくちゃ可愛くない。モデリングが完璧なんだよな。これ18号にさ、乗ってはいけないレベルのバフが乗ってるような気がするんだけど、これ気のせいか、これ。大丈夫？よし。エジット使わんって嘘つくからやぞ。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。この前、ミルダムの生放送で、ネザロさんとかのことをさ、いじったらさ、マイクが壊れたんですよね。ネザロさんっていうか、まあ、パイクーハンのことをいじったら、マイクが壊れました。はい。請求しようかな。お前の嫁の、
せいでマイク壊れたぞーっつって。ダメ。通常で抑えて、さあどうする？うわー動かないか。OK。まあ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 これはいいわ。ただ必殺アーツあるとちょっとめんどくさい。よし。はい、危ねえ。今のは危ない。強すぎひんかこれ、大丈夫っすか。打撃3枚で OKOK、はい、全体麻痺 OK。 えい、ナイスナイス。このブルバすごい可愛らしい。あかん、タックルいくか。 OK ナイス。んでよ、こうよ。こうよ、これはきついでしょう。はい、もちろん。ナイス、強すぎマジで。あらしゃ、はい、マッチングしました。対戦やっていきましょう。すげえ試合展開が早いんやけど。すごく早い。なんででしょう。多分18号に乗ってはいけないレベルの、まあ、バフが乗っちゃってるんですよね多分。そのおかげでしょうね多分。はい、お願いします。大丈夫、私にも戦いを挑んでくるのですか。大丈夫ですか。大丈夫か。OK ドン。キャラチェンはしないか。避けてる。落ち。つえー、マジでつえー。まだ若干ラグいってことは多分コンピューターではないですね。聞かぬ聞かぬ、こびぬ、顧みぬ。もうユニークゲージがもったいねえやろおめえよ。まあライジングラッシュでいきましょうか。さすがに落ちるっしょ。さすがに。はい、あーいいっすね。あえ、はい、マッチングしました。サイヤ人パーティーですね。対戦やっていきましょう。お願いします。すげえ試合展開が早いからさ、18号マジぶっ壊れやんね。危な、このまま食らって避けれない。はい、まあこれは18号で殴っていきましょう。はい、打撃に変換してがっつりいきます。この3体強いよね相手。ナンバーワンベジータ、またな、バカ野郎、この並びがめちゃくちゃ強い。よし、
ドロソクで、うん、ドラゴンボール回収しましょうか。いや、これ、ドラゴンボール来ないか。残念、無念。無念。よし。ナイス。いいよ。ライジングラッシュ行きましょうか。はい。ライジング。いや、大変でしょ、さすがに。18号やで。さすがに耐えないよ。耐えます。いやー、バカ野郎にライジング読まれちゃうと、試合時間が長くなっちゃうよ、これ。試合時間が長くなっちゃうよ、これ。悲しい。残念よね。さっきまですごいいいペースで来とったからさ、ちょっと試合時間が長く感じるわ。でもまあこれが普通なんやけどね。いや普通ではないか。ライジング読まれてんもんな。全然普通じゃねえよ。何言ってんだよ。本当の戦いはこれからだ。いやー、お前がナンバーワン。危なっ。まあでもバドス18号だけでも強いんやけどね。正直はい、どうしよっかな。ナイス。これはでかい。ただマタナがいる。マジか。はい、そうね、さすがに出してくるよな。さあ余ダメージを上げてがっつり殴っていこう。マタナいつ使うんやろ。はい、あ、マジか。はい、いや、長いな、試合。アイス。必殺アーズ待ってんのは、君だけじゃないんだよ。よし。ああ、マジか。いやー、そのタイミングで出てくるかなと思ったんやけど。やらかした。深読みしすぎたね。いや、もう確実に特殊アーズ待ってんだよな。確実に待ってんだよな。はい、 OK。 こっち。さあラスト、まあ必殺アーツ打ってライジングでいいわ。よーし、うん、ナイス。ありがとうございました。意外と楽しめましたね。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は千日ブルマ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあなんていうんかな、すげえ試合早く終わったね。18号の火力がほんまに怪物になったので、うん、まあなかなかいいキャラクターなんじゃないかなって思います。はい、でこれレジェンズプレイしてれば凸上がるんで、もうちょい凸上がってから使うっていうのも悪くないんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、よければチャンネル登録と、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ミルダムで生放送やってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。